よし、どうもさん、こんにちは、ミネットです。さあ、集まる動物実況を続きやっていきましょうか。今回ですね、こちら、まあ、撮影日自体が3月の18日深夜っていうこともありまして、もしかしたらこの動画を投稿するタイミングで、まあ、何かしら変わってる部分があるかもしれないんですけれども、3月の20日ですね、集まれ動釣りの2周年記念ということもありまして、去年の、まあ、集まれ動釣り1周年記念では何があったのか確認動画やっていきたいなと思います。一応ね、2ヶ月前に、まあ、1月ぐらいに、まあ、集まれ動釣りアップデート来るんじゃないかっていう話をしていたんですよね。まあ、バージョン 2.0.4 のタイミングで、まあ、2ヶ月以内に何かしら来るだろうみたいな話をしていて、実際に来たんですよね、集まれ動釣りの更新データ。で、それがバージョン 2.0.5 で、2022年の2月の16日ですね、まあ、ちょうどね1ヶ月前にアップデートがされたわけなんですけれども、今のところバージョン 2.0.6 っていうのは、まあ、来るかどうかはわからんって話をずっとしてたんですよ。まあ、というわけでですね、去年の、まあ、集まれ動釣りのアップデート何があったのか、まあ、そちらをね皆さんと一緒に確認していきましょう。まあ、3月20日これ来るだろうっていう予想をずっとしてるのは、この2周年記念のセカンドアニバーサリーケーキ、去年が、まあ、ファーストアニバーサリーケーキって言って1周年記念の時に、まあ、これが追加されたわけなんですけど、動物森の公式ツイッターをご覧ください。こちらです。皆さん、早いもので、無人島移住パッケージプランが始まってから今日で1年となりました。たぬきちさんから皆さんにささやかなプレゼントをお送りしたそうですので、ぜひポストを覗いてみてくださいね。これからも末永くよろしくお願いいたしますということで、これがちょうど追加されたのが1年前だったんですよね。ワンチャン今年も普通に出てくるんじゃないかなと思ったりもしていますが、さて、というわけでですね、去年は一体何があったのかっていうと、2021年の3月の16日に、まあ、この記事が出てきたんですよ。まあ、追加コンテンツ自体がもう、まあ、完全になくなってしまってるから、こういう記事自体はもう出てこないっていうのはわかるんですが、集まれ動釣りの無料アップデートは3月18日配信、サンリオキャラクターのコラボ対応とか、まあ、マイデザインの機能の追加っていうのがちょうど1年前だったんですよ。結構懐かしくないですか？これね、アミーボカードのサンリオキャラクターのコラボが対応したってやつが、まあ、ちょうど3月18日木曜日に、まあ、配信されました。まあ、今回は更新データバージョン 1.9.0 をダウンロードしていただくことでっていうことで、1年前で、まあ、バージョン 1.9.0 だったんだな、そう考えたら。をダウンロードしていただくことで、先日ご紹介した飛び出せ動釣りアミーボプラスアミーボカードサンリオキャラクターズコラボに対応するほか、季節のアイテムやマイデザインの機能などを追加されます。これちょうど大型アップデート呼ばれた時ですね。2021年のイースターが4月の4日に開催されますっていうのと、あとはエイプリルフールにブーブークッション、これは今年確か26日ぐらいだったかな、が追加されたっていうのと、あとプロムですね。プロムは4月の1日から4月の30日まで注文可能となっていまして、あとこれか、植木の日。4月の5日は韓国では植木の日と呼ばれる記念日で、木を植える日とされています。連休が4月の1日から4月の10日の期間に注文できますので、あなたの島も飾り付けてみてはっていうのと、4月の22日のアースデープラスマイル交換、これがね革命的に嬉しかったなってやつが追加されていまして、プロデザイン画面から新しく傘、うちわ、手旗と顔出し看板を作れるようになりました。任天島とかさ、よく顔出し看板作られてるから、このタイミングですね、傘とうちわとあと手旗と顔出し看板、さらにこのマイデザインプロエディッタープラスを交換することで、まあ、マイデザインに保存できる枠がノーマルでプラス50、プロでもプラス50され、それぞれ100枠ずつ保存できるようになりますっていう、まあ嬉しかったですよね。マイデザイン少ねえ少ねえみたいな話は結構出てたから、まあ、100枠できるってこともありまして、まあ、紙アップデートにふさわしいバージョン 1.9.0 だったんですが、無人島移住プラン開始から1年、集まれ動釣りが発売してからこの3月20日で早いもので1年が経とうとしています。たぬき開発が記念に作ったファーストアニバーサリーケーキを囲んで島の暮らしを思い返してみてくださいね。まあ、ファーストアニバーサリーケーキはバージョン 1.9.0 にアップデートしていただいた皆さんのポストに届きますっていうのが、まあ、ちょうど1年前だったんですよ。まあ、これがね、俺も明日来るんじゃねとは思ってるやつなんですよね。今までのシリーズも、まあ、自分が村長さんになった日、飛び出せ動釣りだったら村長記念の時にこういうのがもらえたりしたんですよね。まあ、集まれ動釣りでもさすがにセカンドアニバーサリーケーキなるものは出てくるんじゃないかなと思っています。集まれ動釣りの更新データ、だから一番最後に更新されたのが、まあ、2月の26日、今までのちなみにバージョン 2.0.0 になってからのアップデートの頻度っていうのが、まあ、2.0.0 は11月5日ですよね。それからバージョン 2.0.1 は、11月12日、ちょうど1週間後ね。で、それからバージョン 2.0.2 も、まあ、ちょうど1週間後。で、バージョン 2.0.3 が11月の
まあ、24ちょっと早かったんだな。でそれからバージョン 2.0.4 が、まあ、12月16日に来て、それから1ヶ月後に俺は、まあ、多分2ヶ月以内に1回アップデートあるだろうって内容の、まあ、動画を出したら、実際にこれは来たんですよ。バージョン 2.0.5 が来たんですけど、俺の思ってたバージョンのアップデート内容とはちょっと違ったんですよね。まあ、俺の中ではセカンドアニバーサリーケーキがそろそろ、まあ、登場してくれるバージョンが出てきてもいいんじゃないかなと思ったりしていますが、もしかしたらこのバージョン 2.0.5 の中にこのセカンドアニバーサリーケーキが追加されていて、イベント当日にならないともらえないという可能性は普通にあります。多分今の段階でも、まあ、手に入れられることっていうのはないから、まあ、それはね、明日になってからのお楽しみかなと思います。いや、よかった。バージョン 2.0.5 来てくれて。これ来なかったら絶対来るだろうって言ってて、来なかったじゃねえかってなってたところだった。あともう一つあるのが、まあ、狸道ですね。これ、皆さん知ってます？第1回からあるんですけど、これちょうど俺が3年前、2年前かな？紹介したの。3年前か。ぐらいに紹介したことあるんですけど、まあ、下見のため先に無人島入りした弟、どうしてるかな？しっかり者のあの子ならきっと大丈夫だもん。この島はダメです、つぶきち。魚やフルーツの取れる島じゃないと。もういい、喋るな、もう休むんだな、もうって感じで。大変だったこともあったけど、移住プランの準備はもうバッチリだな、もう不安要素しかないっていう。たぬき道懐かしいな。 DIY って何の略かわかる人で、ドキ石ころだらけの湯煙ロマン、なわけあるかーいみたいなツッコミ、なわけあるんだな、もうみたいな、ちゃんとあるっていう。たぬき開発に不可能の文字はないんだな、もう。おー、まあ、しっかりね作ってみるっていうのと、まあ、第3回だったら、まあ、無人島に捜索道具を持っていくとすれば何にする。これ一番最初の質問ですね。集まれどうずれを最初に起動した時に、つぶきちまめきちからされる質問ですね。難しいな。僕なら断然スマホだな、も。一商人としてこの生き馬の目を抜く、情報社会を生き抜く必須アイテムだな、も。で、社長、無人島なんだから、充電切れちゃったらおしまいじゃないですか。って思うじゃん？たぬき開発が提供するスマホはなんと充電不要なんだもん。すげえ、みたいな。動力は謎。で、第8回が出てきたのが、ちょうど1年前だったんですよね。感謝状。貴殿はたぬき開発社員として、1年間たゆまぬ努力を続け、我が社の発展に、多大に貢献しました。これからも引き続き頑張ってください。たぬきちより、ご苦労様、ありがとうございます。社長はまだ区別ついていないです。おいでよどうずれの時代から区別ついてないですからね。まあ残念ながらたぬきち集まれどうずれでもこの二人の区別はつかなかったっていうのがですね、内容となっています。さて、そんな今日の雑談動画だったんですけれども、まあちょっと楽しみですね。3月20日何かしら用意されるはず。ちょっと朝にしようぜ。夜だと見栄えが悪いな。いや懐かしい。ちょっとポストの中ワンチャンあったりしない？さすがにな。さすがにないか。楽しみですね。まあ来なくてもまあ残念だったなぐらいの気持ちにはならんな。絶対来てほしい。まあさすがにツイッターぐらいはまあ更新されると思うんですよね。てかそう考えたら1年間ずっとここに置いてるんだな。まあ1年間ってことはないか。まあ桃子の家を整備してから、まあ、適当に考えて、まあ、ファーストアニバーサリーケーキがちょうど目についたっていうだけで、これがもしかしたら明日出てくるかもしれませんね。惜しいよな。ここまで来たら、だってさ、リンゴだけだよ今のところあるの。梨とかさ上にある、まあ、梨、オレンジ、さくらんぼ、あと桃かの4種類が、まあ、出てきてもいいだろうという気持ちはある、まあ、それからはまあ何でもいいわ、まあ、今日か明日ですよね。19日か20日に任天堂公式さんの方で告知がされると思いますので、まあ、それもね告知がされた際にはちゃんと動画にしたいなと思います。アニバーサリーケーキ置いとくか。さすがにここには似合わんな。一番似合うのはやっぱり桃子の家だね。桃子の家がバッチリハマったな。純くんの家にファーストアニバーサリーケーキ、やっぱ似合わんな。これちょっとさ、ファーストアニバーサリーケーキとかのでかい家具っていうのははみ出るんですよね、まあ、このはみ出る部分がな、やっぱり真ん中に置かないとはみ出るっていうこともありまして、ちょっと違和感あるんだよな。そう考えたらこのウェディング家具に、まあ、ファーストアニバーサリーケーキっていうのは、抜群の相性なんじゃないかと。まあ、というわけでですね、今回は、集まれどお釣り1周年記念、ちょうど1年前ですね、何が販売されたのか、何があったのかというお話でした。まあ、実はちょうどね、マイデザインの枠が100になったり、
あと、まあ、サンリオかのコラボが決定したっていうタイミングだったんですけれども、まあ、今年はね、何が来るのか、できればね、何かしらサプライズで来てくれたら嬉しいんですけど、まあ、期待しすぎると最後の追加コンテンツ自体は終わってしまってるから、まあ、ちょっとがっかり感があると思いますので、まあ、セカンドアニバーサリーケーキやってきてくれたら嬉しいなぐらいの気持ちで待ち構えていただければなと思います。というわけで今回はこの辺で撮っていきましょう。バイバイ。